いろいろあったんですけど、今では自分の戦い方にを覚えたんで、そのままの勢いでベルトを取りに行きます。まあ、若くて勢いのある選手だなって思ってます。もちまして、青コーナー佐野克己選手の判定。もらえたチャンスだと思ってるんで、必ず取りたいと思ってます。出雲の選手だと思ってるんで、そこをしっかり対処したいと思います。今回僕が強くなったところを見せるので、ベルトを取る姿を見ててください。応援よろしくお願いします。最初から楽しく持ちでいくんで、応援よろしくお願いします。